まあ、いわゆるこれはやばいんじゃないですかね、これはね。岩井社長もそういう雰囲気ですけど、一方的にずっとその話が、まだ資料の半分ぐらいだと思いますが、はい、こういうのを社長との対話で伝えていくっていうのは、はいはい、番組を見たりとかして、わ、はい、かりませんわかります。それ、もう10分ぐらい続きますよ、これ。あ、すいません。うん、だから ポイントだけを説明するのはいいと思うんですけど。はい。うん。まあでも資料がね、手込んでて、僕はちょっと聞いてあげたいなっていう気持ちも優しい。あるんですよね。なんか頑張ってきたんだろうなっていうのもあるんですけど、ただ、はい、やっぱね、令和の虎はい、YouTube なんで、はい。はい、編集点作ってるじゃな、はいとすいません。いやもう本当とはざなんですよね。僕も同じこと思って,て、ものすごい頑張ってるんです、で彼。すごい頑張ってるんだけど、その思いが溢れちゃって、はい。延々と喋りそうだもんね。すいません。